4月29日に開催された確認時茶会、その2席目、法政院の茶席を紹介します。はじめの茶席は重藤住職の上司院でした。法政院は三木住職のお寺です。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。